日本の歴史を調べてみれば男目線のものばかり。しかしその裏側にはなでしこたちの歴史もあるのです。そんななでしこたちの生き様を私講談師神田蘭が事実3割思い込み6割嘘1割で面白おかしく語る恋する日本史。本日の演目は木戸松子。今日も最後まで聞いてちょうだいね。高森大久保利通と並ぶ幕末維新の三傑の一人木戸孝允。そんな彼を陰で支え続けたのが後に奥様となります松子だったのです。そもそも松子は京都のナンバーワン芸妓として活躍しておりました。孝允はそんな松子を一目で好きになってしまうんです。しかし松子にはすでに旦那がついていたのです。旦那がいたって火がついて俺のハートは消せやしないぜ。旦那がいることで余計火がついちゃった高吉はここからもうアプローチを開始。とはいえ旦那だってそう簡単には手を引きません。ここまでやっても手を引かないというならしょうがないとついに高吉は腰の刀に手をかけたのです。そんな状況をそばで見ておりましたマツコ、止めるのかと思いきや、キャー、高吉様かっこいい、頑張って、とあろうことかこれまで世話になった旦那をスパッと振りまして高吉の元へと行ってしまうのです。まあこうして結ばれた二人は花街でも有名なラブラブカップルとなったのでした。まあ切りつけようとする高吉もどうかと思いますが、それを見て高吉を好きになってしまう松子もどうなんでしょうね。ちなみにですね、明治維新後高吉は新しい国づくりに没頭してあんまり松子のことを構ってやれなかったようで、松子はその寂しさを紛らわすために役者遊びに走ってしまったとも伝えられているんですね。残念。